今日は2月2日頃発売のチャオコミックス2月巻を紹介していきたいと思います。チャオコミックス2月巻今回は全部で4冊あるので一つずつ見ていきましょう。一つ目は中原アン先生の春お嬢様恋のお時間ですの一巻です。私立ロイヤル学園に通う主人公の春、なんとその学園は男子校。そこでセレブ校を目指す春だが、学園に2人目の女の子の転校生がやってくる。人気作品春お嬢様がついにコミックス化されました。主人公の春ちゃんがとっても可愛いのでぜひコミックスでチェックしてください。また春お嬢様恋のお時間ですは第1話のボイスコミックがチャオチャンネルで配信中なのでこちらも要チェックです。私宝井春13歳。そんな私が通っているのは日本でもトップのお金持ちしか通えない私立ロイヤル学園。いつ見てもすごい格好。2つ目は矢上千歳先生の出来合いロワイヤル2巻です。友達のなるこちゃんのお店を手伝うことになった主人公のいつき。そしたらお店にいつきの婚約者候補のみお、とうや、りゅうじの3人がやってきて、出来合いロワイヤルも2巻目に突入です。今回いつきちゃんはカフェでお手伝いをするんですけど、その時の制服姿がとっても可愛くて素敵でした。出来合いロワイヤルは第1話のボイスコミックがチャオチャンネルで配信中なのでコミックスと合わせてチェックしてみてください。私神楽いつき、もうすぐ14歳。人間の世界で暮らしている魔王の娘です。ちびすけ、治ったならさっさと行け。あ、魔力？そして姫から離れろ。行ってきます。し、し、3つ目は篠塚ひろむ先生のメロと恋の魔法4巻です。ウリ坊の正体が自分だとサイオンジ君に打ち明けた主人公のキーナ。笑いながらもウリ坊姿のキーナを受け入れてくれたサイオンジ君を見て、メロちゃんが2人でキーナの両親に挨拶に行くことを提案する。メロと恋の魔法は今回が最終巻です。両思いのキーナちゃんとサイオンジ君、そして2人の恋を応援するメロちゃんのことを最後まで見届けてあげてください。メロと恋の魔法は第1話のボイスコミックがチャオチャンネルで配信中なのでこちらも合わせてチェックしてくれると嬉しいです。6月の雨の日にあなたに恋をしました。4つ目は魔王あきら先生のおさばがセレブさくらちゃん1巻です。貧乏な家で暮らす小春、小金井グループの御曹司の小金井くん、普通の小学校に通う2人のもとに世界の大富豪ミルリトンホテルの社長を父に持つ超御令嬢のさくらちゃんが転校してくる。おさばがセレブさくらちゃんもついにコミックス化です。たくさん笑える作品で私も大好きです。まだ読んでない子はぜひこの機会にチェックしてください。チャオコミックス2月巻どの作品もとっても面白いのでチェックしてもらえたら嬉しいです。皆さんよろしくお願いします。それではチャオガールのみゆです。